と子と聖霊の御名によって、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。ようやくまた無事にクリスマスを迎えることができました。主のご降誕さん、おめでとうございます。今年は世界中そうですけども、例年と違って静かなミサになります。でも考えてみれば、最初のこの主が生まれた日もこのような時だったと思いますので、そのことを思いながら今日一緒に祈っていきましょう。皆さん、神聖な祭りを祝う前に、私たちの犯した罪を認めましょう。全能の神と兄弟の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによってたびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟の皆さん、罪深い私のために神に祈ってください。全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。主よ憐れみたまえ。主よ憐れみたまえ。キリストを憐れみたまえ。キリストを憐れみたまえ。主よ憐れみたまえ。主よ憐れみたまえ。天の糸高きところには神に栄光、地には善意の人に平和あれ。我ら主を褒め、主を称え、主を拝み、主をあがめ、主の大いなる栄光のゆえに感謝したてまつる。神なる主、天の王、全能の地なる神よ、主なる御一人子イエス・キリストよ。神なる主、神の子羊、死の御子よ、世の罪を除くためを主よ、我らを憐れみたまえ。世の罪を除くためを主よ、我らの願いを聞き入れたまえ。死の身に座したも主よ、我らを憐れみたまえ。主の御聖なり、主の御用なり、主の御と高しイエス・キリストよ。聖霊と共に、死なる神の栄光のうちに、アーメン。祈りましょう。聖なる父よ、あなたはこの神聖な夜を誠の光、キリストによって照らしてくださいました。闇に輝く光を見た私たちが、その喜びを永遠に歌うことができますように。聖霊の交わりの中で、あなたと共に世々に生き支配しておられる御子、私たちの主イエスキリストによって、アーメン。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの王くびき、肩をつつえ、虐げる者の鞭を、あなたはミディアンの火のように折ってくださった。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王だとその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今も、そして常しえに立てられ、支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。神の御言葉。
と称しめ、遠く地の果てまで全てのものが神の救いを見た。新しい歌を神に歌い、世界を神に向かって喜び歌い、神の名を称えて歌い、日ごとに救いを告げ知らせよ。遠く地の果てまで全てのものが神の救いを見た。天地は喜びにあふれ、海とそこに満ちるものは叫びを上げる。野とそこにあるものはどよめき、森の木々は声を上げて神の前で歌う。遠く地の果てまで全てのものが神の救いを見た。聖なるものが現れるとき、神を拝め、世界を神を恐れよ。神は来られる、世界を裁きに来られる。正義と誠をもって全ての民を裁かれる。遠く地の果てまで全てのものが神の救いを見た。使徒パウロのテトスへの手紙。愛する者よ、すべての人々に救いをもたらす神の恵みが現れました。その恵みは、私たちが不信心と現世的な欲望を捨てて、この世で思慮深く、正しく、信心深く生活するように教え、また祝福に満ちた希望、すなわち偉大なる神であり、私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光の現れを待ち望むように教えています。キリストが私たちのためにご自分を捧げられたのは、私たちをあらゆる不法から贖い出し、良い行いに熱心な民をご自分のものとして清めるためだったのです。神の御言葉。神に感謝。ご一緒に、ハレルヤ書。ハレルヤ、ハレルヤ、大きな喜びをあなた方に告げ知らせよ。今日私たちに救い主が生まれた。ハレルヤ、ハレルヤ。主は皆さんと共に。また司祭と共に。ルカによる福音。主に栄光。その頃、皇帝アーグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニオスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナスケのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら誘導し、羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみごを見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ、
地には平和、御心にかなう人にあれ。キリストに賛美。どうぞおかけください。改めてクリスマスおめでとうございます。良い知らせがあります。先ほど のカトリック教会のガイドラインに説教を短くしろと書いてある。1997年公開のアメリカ映画にグッドウィル・ハンティングというのがあります。マット・デーモン、ロビン・ウィリアムスが主演みたいな映画です。当時アメリカの、クリスマス用の映画でした。なぜかというと公開が12月5日だからですね。で、タイトルも実は聖書を知った人向けに、考えられています。グッドウィルというのは善意の人のことです ね、主人公のウィル・ハンティングの善意を引き出す、見つけるということです。今も人気がある映画で在庫切れなんですよ。注文しようとしたら全部在庫切れ。私たちには善意もあるんですけども悪意もあるわけですよ、ね、この世界にいろんな犯罪があるのはそういうことです。で、神様はその中で私たちの善意の部分を引き出して祝福してくださいます。で、救い主はここにあるように会話を受けに、寝かせられていますけども、今年はその隣に麦わらを置いてるんですよ。あれは実際にこの土地で育てた麦わらです。で、このシンボルですけども、この幼子の土台は正義と恵みの技です。これも聖書がずっと言うヘブライ語でミシュパットとセダカです。で、今年は、そういう意味で先ほど の麦を置きましたけども、これが正義と恵みの技 の象徴です。この救い主はこれを持って生まれてきました。1983年、4月から1984年の3月まで連続テレビ小説おしんというのがあったんですよ。おしん、ちょっと日本 のドラマなんですけども、なんと平均視聴率が 52.6% だから半分の人は見たということですけどね。もう最高視聴率が 62.9% です。で、この当時病院でもこのドラマを見てる人がいたわけですよ、ね。今日も多分病院でクリスマスを過ごす人がいるんですけども、で、高齢者の人は実はこのおしんを見るのを楽しみにしてたわけです。毎日毎日で、その部屋の清掃に来る、女性がいたわけですね。で、当然毎日来るから顔見知りですよね、この患者と。それでこの掃除しながらね、この女性が言ったんです。あー、このおしんね、もう来週で終わるよって言うわけです。ね、もう最終回が来たって言うわけです。もうすぐで。それからです。その病棟で亡くなる人が増えたんです。ね、なぜかというと、みんなそれを楽しみに毎日をしてたんだけども、それがなくなるということは、ショックだったわけですね。それは私たちには、体の健康には希望が必要だということを教えてくれます。で、今日祝うクリスマスは実は希望の印です。で、でもクリスマスは年に1回だけですね。だから今年クリスマスに来れなかったらどうしようと思うかもしれませんけど、大丈夫です。私たちの希望はもう一つあるんです。日曜日です。日曜日はさ幸いに7日に1回は必ず来ます。で、なぜ日曜日かというと、主の復活の希望の日だからです。南アメリカ大陸にコロンビアという国があります。で、ここの国に面白い法律があって、教会の神父さんは日曜日には
黒い色の車には乗っていけないという法律があるんです。別に日曜日は復活をお祝いするので黒はふさわしくないということなんです、ね、それを聞いたので私は自分の車を白にしたんですよ。いや本当にそうなんだ。司祭たる者、日曜日に主の復活を意識しないといけない。でそれも考えるだけじゃなくて見える形でいつもしないといけないと思って色を変えたんですよ。はクリスマスと日曜日は私たち洗礼を受けた者にとっては希望の日です、ね、私たちの生活の中にこの希望を見える形で飾るようにいたしましょう。同時に今日この希望を与えてくださった神様に感謝いたしましょう。 Peace on earth for all people of good will. So we wish each one of youA very blessed Christmas. それではお立ちください。一緒に信仰宣言を唱えましょう。で、この信仰宣言の中に乙女マリアから生まれというところが来たら頭を下げるようにいたしましょう。天地の創造主、全能の父である神を信じます。死の一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンティオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられて死に葬られ、黄泉に下り、三日目に死者の力を復活し、天に昇って全能の父である神の右の座につき、聖者と死者を裁くために来られます。聖霊を信じ、聖なる普遍の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の復活、永遠の命を信じます。アーメン。共同祈願をいたしましょう。本校を与えてくださった神の愛に感謝して祈りましょう。今日私たちのために救い主が生まれた。今日私たちのために救い主が生まれた。今日私たちのために救い主が生まれた。父である神よ、あなたは人を闇から光へと導くために本校を使わされました。降誕の喜びに満たされる私たちがいつも主と共に生き、主のうちにあって世を照らす光となることができますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。
皆さん、この捧げ物を全能の神である父が受け入れてくださるように祈りましょう。全能の神を喜びのうちにこの供え物を捧げて祈ります。人の子としてお生まれになったキリストに結ばれて、信じる者が神の子供として成長することができますように。私たちの主イエスキリストによって、アーメン。主は皆さんと共に。心を込めて神を仰ぎ、聖なる父、全能永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を捧げることは、誠に尊い大切な務めです。人となられた御言葉の神秘によって、私たちの心の目にあなたの栄光の光が注がれ、見えるものとなられた神を認めることによって、見えないものへの愛に強く惹かれます。神の意向をあがめ、権能を敬うすべての天使と共に、私たちもあなたの栄光を終わりなく褒め歌います。聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主、主の栄光は天地に満つ、天の意図高きところにござんな。本別かな、主の名によりて来たる者、天の意図高きところにござんな。誠に尊くすべての聖聖の源である父よ、今聖霊によってこの供え物を尊いものにしてください。私たちのために主イエスキリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前にパンを取り、感謝を捧げ、割って弟子に与えて仰せになりました。みな、これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて仰せになりました。みな、これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘。主の死を思い、復活を称えよう。主が来られるまで。私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こし、私たちの教皇フランシスコ、私たちの司教パウロ浜口末男、すべての教育者をはじめ、全教会を愛の完成に導いてください。また復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟姉妹と、すべての死者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエスキリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたに、すべての誉れと栄光を受けに至るまで、
アーメン。主の教えを守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望、救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残し、私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。主の平和がいつも皆さんと共に、また次回と共に。互いに平和の挨拶を交わしましょう。神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは神の子キリスト、永遠の命の糧。あなたを置いて誰のところに行きましょう。聖体配慮される方、今一度そこで手指消毒をしてください。
緒に配慮書を唱えましょう。御言葉は人となり、私たちはその栄光を仰ぎ見た。祈りましょう。聖なる父よ、救い主の降誕を共に喜び祝う私たちが、日々の信仰の歩みによって一人子の命に預かることができますように、私たちの主イエスキリストによって、アーメン。例年であればこの後パーティーをしたんですけども、今年はパーティーはありません。で、それから9時からもう1回ミサがありますので、この祭壇はそのままになります。で、明日は朝は7時からと、それから9時30分から、4回、合計ありますね。だから、どうぞお気をつけてお帰りください。主は皆さんと共に、また世界と共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。感謝の祭儀を終わります。行きましょう。主の平和のうちに、神に感謝。